それは子供の頃、死んだらお星様になるという話を聞いていたからだよ。赤軍の誕生において、その誕生は微々たるものであった。לפי הארגון של הצבא האדום, הולדתו של ארגון הצבא האדום共産主義社会における直接民主主義的なものとは明らかに異なる。